大井淳、1902年、明治35年12月11日から1994年、平成6年12月27日は、日本の海軍軍人。海軍兵学校51期。最終階級は、海軍大佐。1902年、明治35年12月11日、山形県鶴岡市に生まれる。旧制山形県立鶴岡中学校を経て1920年8月26日に、海軍兵学校51期293名中11番の成績で入学。同期に、小園安明、山本雄二、実松譲、戸井畑栗優、工藤俊作らがいる。1923年、大正12年7月14日、255名中9番の成績で卒業。少尉候補生、練習官、浅間に乗組。8月26日、近海航海に出発し11月6日、帰着。11月7日、練習艦隊遠洋航海出発。上海、マニラ、シンガポール、バタビア、フリーマントル、メルボル、ホバート、シドニー、ウェリントン、オークランド、ヌーメア、ラバウル、トラック、パラオ、サイパン、方面巡航。1924年、大正13年4月5日、帰着。12月1日、海軍少尉任官。1926年、大正15年12月1日、海軍中尉昇進。1928年、昭和3年4月1日、海軍大学校専攻科東京外国語、学校英語科海軍委託派遣学生。12月1日、海軍大尉昇進。1930年、昭和5年3月31日、東京外国語学校英語科修了。12月18日、バージニア大学、ノースウェスタン大学へ、アメリカ語学学生留学。1932年、昭和7年1月30日、在アメリカ日本大使館府海軍武官府出張。6月18日、帰庁。6月25日、戦艦、日向分隊長着任。12月1日、海軍省軍令部第3班第5課。1933年、昭和8年1月29日、戦艦、扶桑分隊長。1934年、昭和9年5月14日、軍令部第5課。1934年11月1日、海軍大学校講習第34期学生。日本史の講話に来た、平泉清に、先生は歴史上の人物を呼ぶのに、楠木正成は、正成公と呼び、足利尊氏は呼び捨てにして、宮方と足利方で差つけていますが、そういうのはおかしいのではないですかと発言した。また大井は教官を理屈で言いくるめるような不穏当な発言が多いとの理由で学生を免ぜられそうになったが、海外同期講習学生の協力もあって、退学は免れたという。大井は海大の戦略講義に不満だったが、井上成美が教官時代に書いた戦略テキストを読み、胸がスッとするような文献を見つけたと喜んだという。井上のことは、花岡雄二、海兵同期から、井上艦長と貴様は絶対馬が合う。尊敬するかもしれんぞ、と何度か聞いていたという。11月26日、海軍少佐昇進。1936年、昭和11年11月11日、海軍大学校講習を30名中3番の成績で卒業。12月1日第3艦隊司令部参謀。1937年、昭和12年1月22日、第14戦隊専任参謀。1937年3月11日、海軍軍令部第1部イギリス担当主務部員。日独伊三国同盟締結に対し大井は、留学経験からイギリスを敵に回すのは、愚策であるという見解を持ち、陸軍や外務省の官僚と連絡会を開き意見交換をしていた。酒の席で、白鳥敏夫を担ぐ、若手官僚が白鳥を称える替え歌を歌い出したところ、大井は、あんたらそれでも、国士のつもりか。白鳥さんがなんだと食ってかかり、相手も、なんだとこの海軍の腰抜けがと、乱闘が起こるような雰囲気になったが、同席していた、吉田栄三海軍中佐に大井は連れ出されたという。直属の上司もドイツびいきであったため毎日議論したという。軍令部次長、小上寧一経由でそれを知った海軍大臣、米内光政からイギリス事情を聞きたいと呼ばれ、大井は軍令部の空気を語ったという。1939年、昭和14年12月1日、第二次海士艦隊艦隊作戦参謀。また、仏印進駐の際に、海軍側で陸と交渉したが、佐藤健良陸軍中佐らは、北部仏印に進駐した。1940年、昭和15年11月30日、海軍省軍務局調査課。1941年、昭和16年11月16日、海軍省人事局第一課専任局員。大井は、当時の担当参謀として、人事局が予備士官に解剖官や、その他護衛艦艇長としての教育を行わなかったことで、戦争が進むにつれ護衛隊幹部の予備士官が増大し、中下級予備将校が不足し、招集の余地がなくなったことに関して、海軍部隊の急増で欠陥が暴露したと反省している。また、後に実現した徴兵の適齢低下、朝鮮人、台湾人の人員取得を発案したのは大井であった。大井によれば、陸軍では造船工の招集を提案したことがあった。かかることはとんでもないことで、それよりも学徒動員その他を早期断行すべきである。それは国民に対し大きな衝撃を与えるが、衝撃は早い時期に与え、要すれば後から緩和する方が良い。最初に思い切った施策を施行すべきであると考え、海軍はこれを主張した。学徒動員の問題などは、昭和17年1月頃海軍から提案して、閣議で検討されが、厚生省大臣、小泉親彦氏の反対があって、当時は実現できなかったという。大井らによって予備学生制度も提案されて、後に実現されている。1941年12月、太平洋戦争勃発。1943年、昭和18年3月1日、第21特別根拠地帯参謀。7月1日、軍令部第1部工部員戦争指導班長。1943年11月1日、海上護衛総司令部設立に伴い、作戦参謀に着任。1944年、昭和19年5月1日、海軍大佐昇進。1944年10月25日、県連合艦隊参謀。海上護衛で一定の海域を輸送船に移動させる航路隊戦法が採用されたが、大井はこれに対し、航路隊を沿って、終始紹介してくれる兵力がないと効果がないことから賛同しなかったという。1945年4月、戦艦大和の沖縄特攻作戦で栄光ある水上部隊の最後を飾るために護衛艦隊の重油をカットするという報告を受け、大井は国を挙げての戦争に水上部隊の伝統がなんだ。水上部隊の栄光がなんだ。バカ野郎と嘆いたと話している。戦後の著書や大和の元乗員が集まる大和会でも、日本が太平洋戦争に突入し、滅んだのは、大和、武蔵のせいだ、貧乏人、日本の娘、海軍がとんでもなく高い晴れ着、大和、武蔵を持っているようなものだ。それがあるばかりに、テスト前日というのに着飾って帝劇に行きたくなってくる。試験に落ちるのは当たり前だ。こんなバカなことはないと公言して、大和には批判的であった。戦後、海上護衛戦の失敗、被害を減らそうとした海上護衛総司令部の設立も効果がなく、1944年10月をピークにその後は輸送する船がなくなったに関して、大井はシーレーン確保や通商破壊対策について、当時の帝国海軍が軽視したことによる戦力不足にあったとまとめている。しかし、当時のアメリカ太平洋艦隊潜水艦部隊、司令官チャールズ・A・ロックウッド中将は、日本の輸送船団による定期的な暗号通信を傍受することで、潜水艦作戦の成功に大きな役割を果たしたと話している。また、海上護衛を指導した日本の幕僚が広大な太平洋で、幸運や好判断だけで撃沈されていると考え、通信情報なしに、そのような撃沈結果を出すには、アメリカの資源でも賄えないほど潜水艦が必要であるという計算をしなかったことに対して批判もある。1945年8月15日、終戦。大井によれば、8月17日に軍令部で、柴勝夫大佐から、大井君、まだ日本は負けとらんと言われ、天皇陛下は詔勅を出されたではないかと言い返すと、柴が、あいつは臆病だったが我々の上には、大元帥陛下がいるんだと言ったため、大井は、違う。大元帥陛下は、天皇陛下の蚊だと言い返したという。GHQ 歴史家嘱託として連合国側から戦犯容疑者の尋問を行う。公職追放を経て高松宮信人親王日記の編纂委員を務めた。後、NHK スペシャルドキュメント太平洋戦争に協力している。1994年、平成6年12月27日、92歳で没した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。